えー、24歳。 社会人3年目のもで整備士協会は給料も安く、体力的にも大変、サービス残業も多いなど問題点もあり、転職するのは別の業種に転職を求めています。ただ、専門学校で取った資格は、一級整備士、ガスワーク溶接、保険募就任、大型運転免許等の別の就職に転職、あ職種に転職は難しそうです。現在、年収は600万程度です。大型トラックディーラーのため、他ディーラーよりも給料が言うので、転職する年収は下がると思います。呂布さんから見て、整備士業界、今後どうなると思いますか、まあ、基本的にはその体力仕事になってしまうので、その、 あの整備士の資格を持ちながらディーラーをやるっていうのはかなり美味しいポジションだと思うんですよね。本当に整備士として食ってこうってなると40歳でも年収600万いくかどうかっていう状況になる可能性があるのでなのであの同業他社に転職するっていう方が安全なんじゃないかなと思いますけどもそのなんかあのじゃああのトラック系の別のメーカーに就職するみたいな感じで。なののでその ディーラーってまあ割とそのあのすでに600万稼いでるってことは営業成績それなりにいいと思うので、まあ、こういう感じの営業って今年収これぐらいですっていうのじゃあうち来てくださいってなると思うのでなのであのディーラーの方まあ別にトラックじゃなくてもいいですけどあのディーラーの就職転職っていう形で転職活動をしてみるといいんじゃないでしょうか天皇陛下は世界で何番目に偉い人ですかまあその偉いかどうかっていうのは人それぞれの基準になるんですけど 一般的に理解しやすい基準でいくと多分10番目以内に入るんじゃないですかね。あの、その宗教のトップって割と偉いんですよ。まあ、例えばあのキリスト教の教皇、フランシスさんとかも偉いよねと。 であのイスラム教って宗教としてはでかいんですけど、ただイスラム教は偉い人を作らないという宗教なので、その教皇のようにこの人が一番偉いよねがないんですよ。なので、イスラム教学者としていろいろ偉いと言われてる人はいるんですけど、なので、じゃあ、キリスト教トップ誰っていうと、教皇っているので、あるので、でその一応、日本国の宗教の信教のトップなんですよね。なので、ゾラアスター教ってトップ確かいないはずだよね、ゾラアスターも。 で仏教も確かいないと思うのでそのトップがちゃんと決まってる宗教ってそんなに多くないんですよでその中で宗教でトップが決まってるところっていくとまあ、あの神教って日本にしかないのでそんなに影響力はないんですけどただ雨町1億人ぐらいがその信者と見なせる可能性があるのでまあその あの一応なんか七五三とかで神社に行くとか結婚の時はなんかあの神社行くとか,なんか組織にか寺行くとかいろいろあるんですけど一応神社には顔を出すじゃないですか。なのでそのある程度そのトップがあの決まっている宗教の中では天皇陛下はかなりのポジションなのででダライ・ラマとかはあの一応信者そんなに多くないんですよね。 で、その、ダライ・ラマを偉いとして扱ってしまうと、中国から嫌われるので、ダライ・ラマを国賓として扱うことができる国ってあんまりないんですよ。台湾とかで言いますけど。でも、天皇が来ましたって言うと、じゃあフランスに天皇が来ましたって言うと、も国賓として扱うんですよ。でも、ダライ・ラマが来るとかなり難しいと思うんですけど、っていうのがあるので、世界偉いレベルというと、天皇は結構高いんじゃないかなと思います。 えー、彼氏が貯金ができません結婚予定ですメンタリスト大吾さんには浪費家は治らないから結婚しない方がいいと言われましたただ私は今の人と結婚したいです、えー、広木さんのポジティブな回答いただければ幸いですよろしくお願いしますえっと彼氏の給料の振込口座のキャッシュカードを共有するっていうのをあの文章で書いてください 要は、それを渡さなかった場合に離婚要因になるっていうので、離婚したという時に、じゃあ,あ、ちゃんとお金もらえますよねっていうのになるので,で、キャッシュカードを共有して、給料が振り込まれるために、毎月20万とか抜いて、定期預金とか別の口座に入れるっていうのをやってください。要は、その、浪費的のある人ってお金全部使っちゃうんで、なんで、お金使っちゃうっていうので、先にお金を、その、給料振り込まれた後に奪い取るっていうのと、あと、あの、クレジットカードとかも、あの、上限金額って決められるので、 ただのクレジットカード会社に連絡して上限10万円でお願いしますっていうと10万円以上クレジットカード決済できなくなるんですよ。っていうのであのもう浪費はするのは仕方ないのであの金額の上限を決めるっていう形で何とかするといいんじゃないでしょうか。 23歳女です。両親が16歳の時に父親、21歳の時に母親、おのの違う理由ですが自殺して他界してしまいました。父が死んだのは母と離婚したことが理由でした。離婚していいと言ったのは私です。母が死んだのは最高相手が私への性的虐待を知ったからです。すべて私のせいだと思って生き続けるのは辛いです。ポジティブになるにはどうすればいいですかうーんと、あの、 嫌なことがあったという事実は多分変えられないので、で、あの、暇な時になると、その嫌なことを思い出してしまうっていうのは人はやってしまうので、暇を作らないのと、あとその暇でそういうことを考えた時に違うことを考えるっていう習慣づけをしてください。 その嫌なことを思い出したときにあの、唇を噛みしめるみたいな癖をつけて、唇から血出してる人とかあの、子供とかって無意識のであの爪噛んじゃったりして、爪ボロボロになるみたいなのがあるんですけど、なのでその、えっと、体に負担にならない癖をつけるっていうのと、あと、あの息止めるとあの、人って物考えられなくなるので、あの嫌なことを思ったときに、そうするとあの、それどころじゃなくなって、呼吸をし始めたりするので。 あと、あの、まあ、あの、ゲームが好きだったらゲームをするとか、あとひたすら卓球の球を作る動画を見るとか、何かその没頭できるものを見つけて、その、あ、これ嫌なことを考えるループに入ってるって気づいた途端に、その没頭をする趣味だったりするっていうのをやってください。アルコールに逃げるとかやめた方がいいと思います。えー、人に舐められやすいのですが、ガチムチな筋肉をつけていかつい髪型にすれば舐められないようになりますかはい。あの、結構人は見た目に騙されるので、 なので、あの、髪型変えるとか、あの、筋肉つけるとか、まあ、あの、入れ墨入れるとかになると、あの、後戻りできないので、それやめた方がいいと思うんですけど、あの、単純に見た目をイカつくするだけで全然人って、あの、舐めてこなくなるんですよ。あの、僕大学生の時に、あの、髪の毛が長かったので、あの、絡まれることがほぼなかったんですよね。で、その、アメリカに留学して帰ってきた時に髪の毛短くしてたら、絡まれてびっくりしたんですよね。あの、ほうほう僕に絡むのみたいな。<laughs> あの、僕、まあ、あの、皆さん分かると思うんですけど、性格悪いんですよ。で、 あの絡んでくるっていうことは、もしその殴られたりしたら、警察に駆け込むと、金もらえるじゃん、慰謝料ゲットっていう風に考えちゃう大学生だったんですよ。なので、あの、絡まれるっていうと、むしろ面白いイベント、ボーナスっていう風に考えちゃうので、あの、ほう,ほうそれでそれでみたいに、こう、ノリノリで突っ込んでっちゃうっていうタイプなんで、あの、ほぼ絡まれなかったんですけど、それで絡まれたんで、ちょっと面白かったっていうのがありました。なので、人ってやっぱ見た目が大事なんだなと思いました。はい えー、さん自動養護施設の p c i をお疲れ様です。えっと、まだ配布してないです。あの見積もり取ってる段階です、えー。脳性麻痺です。小学生の時6年間付き合ってた友達に裏切られていじめられて教師は助けてもらえなくて算数も間違えて先生から怒鳴ることをされてました。その後特別支援教室学校で勉強を教えてもらえず作業所に入るのが嫌でその支援学校で主要初の大学に入りました。えー、っと、ランダフラン大学のかなの福祉の大学に入りました。すべて読書でアンキーが得意で現在 YouTube に自分の経験あげたいです。アピールポイントを教えてください。 えっと普通にその脳性麻痺で大学受かりましたっていうのでどういうふうに勉強したのかっていうのをちゃんとその脳性麻痺の人でも理解できるように上げていくと参考にする人は全然いると思います。そのあの脳性麻痺だから大学行けないよねってみんな思い込んじゃってるんですよね。まあ、なので勉強教えてもらえなかったっていうのがあると思うんですけどでも別にあのちゃんと暗記ができてテストができればそれなりに点数取れるっていうのは事実なのでただその 脳性麻痺だからできないよねとか、その、じゃあ、脳性麻痺じゃない人が脳性麻痺でもできるんですって言っても信用できないじゃないですか。なので、その、僕はこういうタイプの麻痺なんだけど、こうやってやりましたとか、その、なんか、指触れちゃうんで鉛筆とか使いませんでしたとか、なんかノウハウがあると思うので、そういう感じの一つ一つのノウハウをきちんとあの、動画だったり文章にするといいんじゃないかなと思います。えー、オーストラリア在住もです。今後のオーストラリアは安泰でしょうか えーとあの逆転現象が起きていてあ,のある程度コロナウイルス感染しまくっちゃった国の方がワクチンガンガン打つので結果としてコロナに対して恐れなくて良くなってるっていうのがあるんですよね。なのであのフランスもあの5月の19日からレストラン再開して、まあ、6月になったらジムとかあのライブとかもあの OK にするよっていう感じで。 で、アメリカもワクチン打った人ってマスクしなくていいよとかになってるんですけども、アメリカとかも、まああのまあ、フランスも10万人ぐらい亡くなって、アメリカっても30万人ぐらい亡くなったりするんですよね。なので、そのコロナやれかしちゃった国ほど、ワクチンガンガン打っちゃったので、元通りになる速度が速いんですよ。っていう状況で、日本って逆にそのすげえ頑張っちゃった結果、 あのそんなにこうコロナ対策しなかったんですよね、そのせいで変異種が入ってきちゃって、今、めちゃめちゃ感染者数増えていて、で1日に今、5、60人亡くなってる状態なんですよ、日本。で,でもワクチンがあの年内には打ち終わらないよねっていう可能性があって、でワクチンの接種のあのでいくとあの、世界には今、えー、290カ国とかあって、そのうち110番目ぐらいなのかな。 えー、192か国のうち112かっていうぐらいあの日本って接種遅いんですよ。でオーストラリアとニュージーランドも結構コロナを抑えきれちゃってるのでワクチンの接種速度そんなに速くないんですよね。なのでまあ、うまくワクチン打てればいいんですけどワクチン接種できないとすると観光客入れられないよねって言ってその他の国 まああの観光収入とか得てますみたいなのでバンバン経済回ってるけどあのオーストラリアニュージーランド日本とかって後回しだよねっていう形になるかもしれないのでそこの逆転現象にならなければいいんじゃないかなと思います。